皆さんこんにちは、クリーンと申します。こんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今回のおすすめ面白ゲームは、フォーゴットン・アンです。Bアニメや、Bアニメのような世界観を持った、アクションパズルゲームです。パズル解きがほとんどで、ゲームオーバーがなく道中の主人公の選択で、物語のシナリオが若干変わるそんなシステムですね。道中の会話内容が変化していくような感じですね。何個もエンディングが用意されてるわけではありません。価格は2200円となっており、セール時だともう少し安くなると思います。Steam のほか、Switch、PS4 でも販売されており、PS4 版ではパッケージ販売しております。このゲームのアートディレクター曰く、アニメ制作会社スタジオジブリや、スタジオ4度 C 作品の背景を注視していると語っています。アニメーターの中には、日本で数年間アニメとゲームデザインについて、学んだ経歴を持つ人もいるそうです。海外のインディーゲームを遊ぶことが多いのですが、結構日本のアニメに影響された海外のゲームって多いと感じます。一日本人として誇らしいですね。どんどんそのようなゲームを作っていただきたいです。それではこのゲームを紹介していきたいのですが、やはりストーリーが肝でネタバレにならないようにかいつまんで紹介していきたいと思います。まずは最初のムービーからどうぞ。オープニングムービーは約3分半あります。Good quality wood, sturdy cast iron legs, very nice. Continue straight ahead, please.Don't worry, we have lots of your kind here. Now, let's see. A bit worn, no twin, factory knitted. I'd advise you to look for a job right here at the plant. Why don't you go down the stairs? Help us change the realm. Apply for your validation sticker right here. Get a job with meaning. Remember, you're not rotten, just forgotten.Thank you.
はい、こちらがこのゲームの主人公アンさんです。1回目のプレイだといまいち今のムービーを見ても、よくわからないことが多いのですが、一度クリアしてから見ると、伏線というか、ここにこんなのが、みたいな発見があります。本当によくできてるなぁと、感心しました。さてこの物語ですが、使われなくなったり、忘れられたものが迷い込む世界となっていて、アンさんは、この世界の執行官という立場になっています。物に生命が宿り、意志を持っていてそれを取りまとめているのが、このアンさんなのですね。そして何やら爆発が起きたみたいで、その事件を究明していくことが目的になります。意志を持つということは不満も出るし、暴動も起きるということでしょうか。ちっちゃい時のアンさんとボンクシ。ボンクシは誰やねん？ってなりますがこの後出てきます。さてまずは暗いので明かりをつけましょう。この世界のエネルギーはアニマと呼ばれていて、電気のようなエネルギーです。アンさんの腕にはアルカと呼ばれる、アニマを操作する力を持つ手袋を装備しています。アルカを使い、アニマを操作してパズルを解いていく感じですね。この手袋がアルカです。このようにアルカにアニマを充填できます。逆にアルカからアニマを放出して、蓄電機なのに充填させることもできます。アルカとかアニマとかなんか、パルスのファルシノルシがパージで黒雲みたいな感じになってきました。そのゲームの用語がたくさん出てくると頭混乱しますよねー。さっき充填したアニマを解放し、この蓄電機にアニマを充填します。そうするとまあ電気がつきますよってこと、どんどんパズルが複雑になっていきますが、そんなに難しいところはなかったと思います。ゲームオーバーや、転落死などもないですし、敵もいないのでゆっくり解けますよ。あ、出てきました、ボンクシ。さっきの写真に出てきてた人ですね。アンさんのお父さんなのか、おじいちゃんなのか。選択肢が出てきましたね。本二択になっていてどちらを選んでも物語は進みます。この選択によって物語が若干変わってきます。さてこの爆発はどうやら反乱勢力からのものらしい。まずはアニマの流れを復旧することが大事みたいですね。そしてボンクシは今、イーサゲートっていうのを開発してるみたいです。イーサっていうのが元の世界の名前です。なのでイーサゲートを作って元の世界に帰ろうとしてるわけですね。この二人がどのようにしてここに来たのか、それはまだ謎ですね。そもそもこの二人は人間では、ものではないような気がしますけどね。ということでアニマの流れの復旧に行きましょう。と思ったらなんか入ってきた。赤いマフラーちゃんです。マフラーも人によってはいっぱいあって、使わなくなってしまうマフラーとかあるんですかね。話した結果、このマフラーは怪しい、となり追い詰めてるところ。そしてアンさんはアルカを使い。マフラーからアニマを吸収して、意志のないマフラーになりました。この世界の住民たちはアニマが宿っていて、アニマを抜いてしまうと意志がなくなってしまう。人間で言ったら死みたいなことですね。アンさんは今までこのように、反乱勢力が出ると執行してきたのでしょう。ではアニマの流れの復旧に行きましょうか。個人的にこんな感じで、オープニングタイトルが出てくる演出大好きです。前に挙げた、グリス、もう少し物語が進んでから、タイトルが出てきて素敵だなぁと思いました。よかったらそちらの動画も見てみてください。
1の物語の始まり始まり。パチ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 。ここでまずアニマの流れを復旧させましょう。どなたかいらっしゃいますね。ティファニーちゃん。閉じ込められてるらしく、門を開けるためにはアニマが必要とのこと。なのかな。可愛らしいランプだけど場所取りそうよね。だから捨てられちゃったのかしら。どんどん物が増えていくからね。しょうがないって言えばしょうがないけど、物に意識があったら確実に私殺されてそう。新しい物好きでどんどん買っちゃうからね。さて、反乱勢力を追っていきに着きました。こちらマグナム警部でございます。これは元はエアガンなんですかね。本物じゃないですよね。本物の銃とか捨てたら罰則とかあるんでしょうかね。マグナム警部もこの事件の調査をしてるみたいですね。イメージだと警察と執行官的な立場の人って仲が悪いイメージありますけどね。警部と FBI の仲の悪さだったらヘビーレイン思い出しますね。違うゲームの宣伝になっちゃいますけど、ヘビーレインとてもおすすめです。最近だとデトロイトビカムヒューマンっていうゲームを出してるところなんですが、それも面白いのでぜひやってみてください。マグナム警部から反乱戦力のリーダーはフィグとの情報が。ただ確証もないし証拠もないとのこと。ここはオープニングムービーにも出てきた、侵入されて爆発されたところです。そこに何かないか調べに来ました。アニマを使ってパズルを解いていくと、何やら通気口みたいなところに引っかかってるものが。ウィップですね。ここにあるっていうことはきっと犯人のものに間違いないでしょう。オープニングでもここから脱出しています。通気口を通って出てみましょう。同じところから出ましたね。ではマグナム警部に確認しに行きましょう。部下はハゲ、いや髪はないらしいので、反乱勢力のもので間違いなし。この証拠を持ってマグナム警部が捕らえたという、反乱戦力の捕虜に話を聞きに行きます。尋問開始です。確かにこのアンプみたいなのがここに入ってますね。Oh, I'm sorry. Am I supposed to scream in terror when I see you? No need to be scared. I just want to have a conversation about the... 尋問した結果とあるバーにいるということなので、フィグを探しにバーに行くわけなんですが、この時まだ私は反乱勢力のことをゲームだと思っていました。その後反乱勢力リーダーと思われる、フィグと出会ったわけなんですが、真実を見せてやるということで、製造所に侵入しました。製造所とは、悪いことをした者はここに送られるいわば刑務所みたいなところです。ここはオープニングムービーでも出てきました。落ちてきた者の働き方を指示する検問所。いい状態の者は住人として扱われ、粗悪品は製造所で働くように言われます。そしてよく働く者は、いいさ。元の世界に戻る件をやろうというのです。ではさらに奥に進んでみましょう。悪さしたものが来たようですね。
I'm a wizard with numbers. For crying out loud, would you shut up? Come on, I'll do anything. I got something you could do, actually. Yes, finally. What do you need? Could you take a few steps back, please? You've got it. ちょっときな臭くなってきましたね。このことはアンさんは今まで知らなかった模様。裏ではこのようにアニマを抜かれてる者もいた。アンさんは今まで良かれと思って執行官をしてきたんだ。そうみんな思って、正義感がお強いのですね。この件に関してはアンさん激怒みたいです。さあ、イグガイの真実はこの上にあるみたいですね。軽くおさらいすると、物にはアニマが宿っている。粗悪品と犯罪者はここに集まる。そしてこの世界を動かすエネルギーはアニマ。 Whatever happened, I want to be your friend. I am your friend. You understand? Nick, what are you going to show me?動かすアニマを集めるために、ここに集められたものはアニマを抜かれて配置されます。そしてボンク氏が今開発しているイーサゲート、これを作動するにも莫大なエネルギーが必要になるんです。このフィブは以前ここで働いていて、この光景を見て反乱戦力としてこれを阻止しようと立ち上がったわけです。ただ元の世界のイーサに戻るためには莫大なエネルギーが必要になるので、これをやめてしまうと元の世界に帰れないのです。これ以上はネタバレになりますので言いませんか。ボンク氏が悪なのか、それとも必要なことなのか。このゲームの最後、あなたは究極の二択を目の当たりにするでしょう。それはぜひ、自分でプレイしてみてくださいね。絶対ハマること間違いなしですぞ。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。またのご視聴よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。これからもどんどんおすすめのゲームを紹介していきますわよ。またこれが面白いとかおすすめなゲームがあったら教えてください。一ゲーマーとして遊んでみたいのです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。